ちょっと次いきますよ。もうちょっとあまりラブラブはもういいので。ラブラブはいい。ラブラブ結構前の本とかでも語ってきて、ちょっと。まあまあ、なんか語って、確かに、ね。あと編集しながら自分気持ち悪いなとかちょっと思って編集してたんで。この間だとその話ばっかりだった。ちょっともうは気持ち悪くて二度見できない感じだったんで、もうあまり語っても二度見できなくなるんで、編集中困るので。社会背景的なところいきますか。差別と貧困、あ、差別ですね、差別の話ですけど、これなんか映画ではだいぶカットされてた感は感じましたけど、特にこの人種差別系はね、この人種差別結構あったね。なんかこれはなんか本当になんかね、ちょうどいい感じでこの黒人差別が出てて、ちょうどいいっていうのは多分この作者が本当にこれぐらい感じてたんちゃうかなみたいな、ちょっと大げさじゃなかったなっていうところはありませんでした。うんまあ、これ戦後ですけど、まだまだ差別は残ってて、うんうん、だけど今回ちょっと面白いなと思ったのは、その黒人差別はちょっとなんか想像っていうか、もういろんなところで、まあ、見知ってるっていうところがあるんですけど、うん、このホワイトトラッシュっていう言葉をちょっとなんかいい意味で僕は、ね、ゲットした感はありますけどね、白人の中でもこうすごい差別があったみたいな、うん、そのそうだね、白人の中でも階層があったって言ってたね。そうだよね。なんか、ホワイトラッシュっていう言葉が差別用語なんでしょうけど、うん、ちょっとあったんだなっていうところですかね。1950年代、60年代ぐらいにかけてですかね。うん。で、まあ、沼地の少女ですね。うん。まあ、貧乏人がそうさせられた。まあ、でも、その、なんていうかな。本当に貧乏人が差別されてたって感じ。もともと、日本でいうブラックとかじゃなくてね。まあ、あとはね、ここはやっぱり、ちょうど、このね、リリア・オーエンズさんが育った場所もそうなんだろうけど、いわゆるアメリカ南部だよね。バージニア州、サウスカロライナ州、あたりって。うんうん、だから、まあ、やっぱり南部ってやっぱり他の地域に比べても特に黒人差別が強かった地域って言われてるじゃないですか。うんうんうん、だから多分そこで育ったっていう、このね、作者の方はそこで育ってきっと、おそらくだけど、その作者が、育った時にこういったことは当然のようにあったってことなのかなって思うけどね、うん、だからこそまあ非常にリアルな記述じゃないですか。で、うんうんうん、多分なんかちょっとモデルになる人とかいるんじゃないかなって思います。いやー、思う。このジャンピンでしょ。このジャンピンいたんだと思うね。ジャンピン、お父さん最後に言ってたけど ね、 うん、でもジャンピン、いやでもジャンピンめっちゃいい人だったよ。ジャンピンとメイベル、ジャンピンって思ってたよね。なんか最初の入りはやばい人かなと思ったら、もうずっといい人で、このジャンピンとメイベル夫婦ね。いや、ごめんなさい、でもすごい良かったよね。これジャンピンがでもさ、なんかこう石を投げられちゃったりするシーンとかもあって、そうそうそう、差別される側も、そうそう、黒人が救いになるっていう。うん、いや、で、いや、その背景に僕このキリスト教はすごいなんかこう尊いなってちょっと今回思いましたね。うん、そうだね。そこはメイベルがもっとすごいじゃないですか、ある意味、うん、このジャンピンもそうなんだけど、メイベルもすごいんですよ。すごいね。このむしろ旦那のジャンピンをこう後ろから叩くんですよね。ちょっと、お互い叩き合う感じもあったかな。そうだね。素晴らしいよね。いやこんな一人で苦しんでるのに助けないなんて、キリスト様になんて言うのよみたいな空気があったでしょ。うん、あったあった。だからまあそこを行動原則、行動原理として動いてる人たちっていうところだったんだね、この二人はね。でもなんかそこが面白かったのは、もう一つそのさらに掘ると、ちょっと細かい描写だったけど、このジャンピンとメイベルがこうカイアのことを助けてくれるわけだけど、その、いわゆる これはさ、今のこうサポートで言うと、互助的なサポートだよね。自助は難しいから、自助、互助、公助で言うと、互助だよね。で、互助してるこの二人は、公助が入ろうとするじゃない。そして役所の人があなたを探してたわよとか言って、で、あなたはどこにいるか分からないって言っといたみたいな感じで、そこからは、ね、逃がそうとしてるみたいなところで、やっぱこう、どうしても公的なサポート側に私たちいがちじゃない、医療って。うんうん、だけど、やっぱ公的なサポートって普通の人の感覚から見たらこういうふうに見えるんだよなって、改めて思ったかな。わ、うん、かる、ね、だからその、互助的なサポートが
こうまさにジャンピンとかメイベルみたいなサポートと、やっぱりその役所がこう把握したがってる、あなたがどこにいるか把握したがっているとか、なんかその無理やりその何かの枠組みにはめてそれを支援しようとしているみたいなことは、全然こう当事者にとっての支援に なりえないんだなっていう、まあもちろんその大事な面もあるよ、大事な面もあると思うけど、そうね、そういうことがこうある意味まあその通りだなって思いながら読んだかな。うん、いやなのでこのテーマはそのだからこそ尊いよねこれ。いやだから尊いね。だからそれを結局じゃあこうでもさ、自助公助がうまくいかないから公助があるんだって話はあるんだけど、そこでこうやって尊い人たちがこう支えていくっていうところも、うん、まあこの中では描かれてるっていうのはね。でここも多分この当時の文化の中にあった部分なんじゃないかな、今あるかは分からんけどっていう感じはしたかな。あのうちの家に来ないかとも言わないし、その、うん、そうだよね。そうなんですよ。あのもう分かってて、もう家族全員いなくなったことは分かったけど、うちに来いと言わずにこうやってあの余ったものがあるから使いなさいっていう、しかもこれは教会からなのよっていう、私たちからなのよじゃなくて、こう本人が気使わないように接するところとか、うん、でさっきの控除で言っても多分相当あの葛藤はあると思うんだよね。でこれあの例えば NPO でされてる方とかもそういう状況って本当に出るのかなとか思うんですよね。そうだね、あの、うん、それこそあの教会の人とかもそうなのかもしれないけど、自分でサポートしてた方が安全かもっていう判断ってことだよね、うんうん、そのしかもサポーターものすごく本人に理想とするところを探りながら、だけどそれが正しいのかは分かんないんだけどっていう感じで、本人はまあ公的なところにはもう断固拒否っていうところを何だかな、聞いてじゃなくて察してっていう感じ、うん、そうだね、うん、すごい尊かったですね。そうだね。であのあと面白かったねこの、うんうん、あいいどうぞ。いいよ。あいいよ。あのいいよ。やっぱりそのここでもう一つなんかそうだなって思ったのは、その余裕があって強い立場にいる人が助けるではないんだよね。うん、そうでね、そうね。うん、だって、ね、差別されるからね、自分たちだって相当辛い立場にあったり、うんうんうん、差別される立場にいる人たちが、でも自分たちは持てるものがあるから誰かを助けましょうではなくて、自分たちも持ってないすごい辛い立場にあったりもするんだけど、その中ででも相手を助けるっていうところがまた、そこがすごくなんかグッときたかなというところ。ああ、そうね。だからそういう意味では公的なだったり、僕らがやってることってすごくやっぱ家父長的っていう感じがするよね。上からいやだからさ、その岸辺からやっぱり浮気輪を投げるっていう作業になっちゃうわけだね。そうだよね。自分は常に安全っていうところなわけだけどね。そうだよね。うん。そうなんですよ。そこはだからすごく読んでいて、うん、あなんかだから確かに尊いしすごくいい関係だなと思うし、でもそこにはそういった、うん、なんかその安全なところからこう助けを差し伸べてるということじゃないからこそ出てくるその尊さみたいなところを感じるエピソードだったかなと思うけどね、うんうんうん、あでねちょっとだけ追加したのがね、このスカッパーとテイトの関係もちょっと実は裏で結構葛藤があったけど、ここはちょっとあんまり大きな話にはならなかったけど、特にスカッパー君お父さんが亡くなった時にものすごいテイトは後悔してるみたいな話が実は相当裏では葛藤してたんだろうな感ね、うんうん、差別される、まあ要は差別され、差別する方が正義みたいになっちゃってたバックグラウンドで、うん、スカッパー、まあ、お父さん、そのテイトのお父さんはどっちかというとこう村の住人側の気持ちでいたんだけど、息子が、その差別されている、カイアを愛していくことにこ うまくこう認められない感じ でテイトはお父さん、テイトもバックグラウンドがね結構複雑で、うん、お母さんと妹をなんか自分の誕生日プレゼントを買いに行ってる途中に2人とも交通事故で亡くなっちゃうみたいな感じがあって、うんうん、こうお父さんと子供っていう、こう
2人でお父さんだけに育てられているので、お父さんは頼りしなきゃいけないけど、愛する人が、差別されているっていう、このすごく微妙なところにいて、けど、それでも、このお父さんも実は陰で成長していってたっていう感じが僕は感じ取れたんだけど、あ後半にかけて。お父さんの成長ね。なんかそれもなんか時代の流れっていうか、その1950年ぐらいのその最初の頃はもうお前何やってんだみたいな感じなのが、この十数年かけてまあ変わっていくっていうところも時代の流れとともに、それも少しずつ変わっていってるなっていうのを感じ取ったかな。でそこにこう裁判で出てきたこのシムズさんとかはあれでしたよね、このジャンピンとメルヴィン黒人が裁判所に入ってきたときに、当時は白人席と黒人席みたいなのがあって、それがちょっと撤廃された直後ぐらいなのかな、ちょっと分かんないけど、その時にざわめきが起きたときにこう制するみたいなのがね、それなんかあれじゃない、だから結構1950年60年70年ってこう移り変わっていくところもなんかうまく自然に描かれてたなとかちょっと思うんですけどね。そうだね。なんかそういう意味ではなんかそういう背景をそんなにいやらしくなく、アメリカ映画系とかものすごくそこ大げさに描かれる感じがある、大げさなのかもしれんけど、実際リアルそうなのかもしれないけど、そこをかなり誇張される感じがあるけど、なんかしれっとじゃないけどぼやっとなんか出されてるけど、なんかそれが逆にしみるみたいな、その中にこうなんかこう祈りの救いとかね、っていうのもなんかあったよみたいなところがね、なんか良かったなと。でこういうとこよ、だからね、こういうのが激しくないからまたじわっとくるわけ。なんかでも、なんかもう一つ考えて、この辺が売れるに、アメリカで大ヒットするっていうのが、なんかどういう背景なんだろうなって思いながら、ちょっとその大ヒットっていうのを持って見たけどね、このいわゆるちょっとマイナスの歴史という負の歴史なわけじゃないですか、彼らにとって。こういうものが明らかにこう描写されるみたいなところがね。でもそれがこんだけ売れるっていうのが、また、なんかそのどういうところかなって思いながら、みんなそこをもう乗り越えていきつつあるのか。でもね、いまだにブラックライブズマターとか出てくる中で、まだまだこれをやっぱり問題意識として持っているっていうところからなのか、なんかこのあたりは少しね、現場感覚というか、その実際のアメリカの人たちがこれをどういうふうに捉えて、これをまあある意味歓迎して読んだのか、歓迎したのか分かんないけどね、問題意識を持って読んだのかとかは、すごい気になるんですよね、やっぱりね。でもなんか、一つヒットの構図なんじゃない？この、そういうこと。虐げられる黒人が白人を助けるっていう、この構図はね、ものすごい、まあ、あんまり虐げられてるシーンは描かれてなかったですけど、でもあるんだろうなっていう感じはしましたけどね。はい、じゃちょっとね、次いきますね。もうこれ延長線上なんで同じ色にした感じなんですけど、虐待っていうシーンと、お酒の暴力っていうのと、このカイアが、何人家族でした？お姉ちゃん、お兄ちゃんが3人いたのかな？なんか4人ぐらい子供がいたね。5人子供がいたからね。で、だから6人家族かなんかだったのかな？思ったのが、こう、次々といなくなって、10歳ぐらいに1人になったみたいなイメージですね。で、これもなんか、アルコール依存的な話になってきますけど、ちょっとなんかそういう話、学術的にする気はあんまないですけど、なんか、時代も切り取られてる感もあるのかなとか思うんですけど、男が、こう、妻に暴力を振るうみたいな、時代。ひたすら暴力、しかもこのチェイスも暴力を振るうっていうこの時代、をなんかこう描かれてたっていうか描きたかったのかなっていうところはすごく感じたのと、お母さんの手紙のシーンとか、お母さんの反響欄になっていくシーンとかも、ちょっとつらいしかないんだけど、っていうところかな。あとそこがまあ、それをちょっと動物的に考察するかって言われるとちょっと分かんないんだけど、ものすごい
裏切られること、孤独になることに過敏に反応してしまう性格になってしまうっていうところ、ね、うん、があのテイトの別れにそんなに固執するってちょっと思いませんでした。ああ、うん、あのそうだね、ものすごい過敏に反応してましたよね、そこ、うん、まあテイトは相当恨まれたからね、うん、いやそこをそんなにみたいな感じはちょっとしましたけど、でもなんかこうバックグラウンドからすると本当に支えがなくてみたいなところはありましたけどね。そうね、まあ、ここはさ、やっぱりまあそのやっぱり連鎖するんだろうなっていうのは思ったかな。つまりまあよく SDH 的なところでこう語られる部分かもしれないですけど、やっぱりこの、まあ、貧困にしても暴力とかそういうものにしてもやっぱり連鎖していくよねっていうのがすごく今回も描かれてるなと思っていて、だからその結局カヤのお父さんもそのね、途中でその生い立ちみたいなところとか、なぜそういうことを暴力を振るうようになってしまったのかっていうコンテキストが出てきて、うん、まあ、戦争がやっぱりそこに影を落としたんだ、うん、で1950年代確かに戦争が終わって、うんうん、戦争から帰ってきた人たちがやっぱりこういろいろね、その傷を負って帰ってきたみたいなところの描かれ方をしていて、だからもちろんそのお父さんがあのそれはかわいそうだとかそういう話じゃなくて、それは、まあ、悪いことは悪いんだけど、ただやっぱりそこに来た、起こってしまうような傷跡のそのやっぱり背景、コンテキストっていうのがやっぱり出てくるよねっていうところで、うん、なんか単純にどこが悪いとかって言い切れない問題がすごくあるし、うんうんうん、まあそこがやっぱりそのどうしてもでもその世代で終わらずに、つまり戦争が残した傷跡が本人だけじゃなくて、その子供世代のとか家族全体への影響を及ぼして、でその子供もさらに、まあ、ある意味成長していく中でのそのいろんな問題につながっていくみたいなことで言うと、まあいわゆるその貧困の連鎖みたいなものを、まあ、感じざるを得ないというかね、 SDH とかそういうのをこうちょっと頭の中に思い浮かぶようなエピソードではあったかな、うんうん、やっぱこういう時に依存症っていうのは出てくるんだねって思ったけどね、こういう苦しみとかの、うん、どうにも逃れられない苦しみから一瞬でも解放してくれるのがそのアディクションっていうところに、ね、うん、なるのかねっていう、まあその学術的に語らないといいと思うけど、なんかそこはこうすごい描写としては生々しく書かれていたかなっていう感じですね。なんかだからこそこのなんていうかな、ラブストーリー感がものすごく濃厚感が出てくるっていうか、あのもう本当に母からの愛を裏切りとしてこう切られて、ずっと母を恨んで成長していくじゃないですか、なんで帰ってこないっていう、一番10歳とかでいなくなってるので、そこに愛の矛先じゃないけど愛の相手へのなんかこう期待っていうかっていうのがものすごく強いがゆえに、テイトをものすごく愛して、そこからこう出ていっちゃった時にのその喪失感が母の喪失感とものすごく被って、なんかこう過剰な恨みへと変わっていく。で一方でなんかなんでそこでチェイスに行くみたいな感じもちょっと若干はありましたけど、あのなんかこう一回入り込むとどっぷり入ってしまう、まあ、ちょっと危険な感じもしますけどね、あの愛に対して、うん、いやだから今回その、うん、自分がそういう、こう、そういう意味では親からの愛を受けないと育ってしまったがゆえに、そこは危うくなるんですか、うん、やっぱり。うん、そうそうそう、あの。どっちにもっていうか、もう誰も信用できないっていう危うさと、何かに没頭してしまう危うさがあるのかな。でもね、賢かったんですよ、やっぱりこの人は、この主人公はじゃないけど、あの、すごくやっぱ動物園のこう研究、に走っていける、まあ、文字を覚えてそこからあの学んでいけるっていう、やっぱ読書最高だなってことですね。あ、それもそうなんだけど、なんかあれよかったなと思ったのは、その、うん、この、 あの文字を知らないまま15歳か16歳ぐらいになって文字を初めて学んだ時に、うん、なんか文字って素晴らしい、うん、概念によって世界が広がっていくっていうのは、うん、なんかほら僕らもこれまで語ってきたじゃないですか、うん、あの言葉が世界を作っているみたいな話で、まさにそれが開いた瞬間、なんか言葉があって概念が生まれていくみたいな、ね、
それをなんかこう、子供の頃言葉を知らないまま成長してるから、文字を知らないまま、言葉は知ってんだけど文字知らないみたいなところで、文字を知るとこう広がるんだっていう感覚をなんかふわーっと読みながら感じましたかね。まあヘレンケラー状態だよね。ウォーターっていう瞬間が、うんうん、この今回もまあ それなりにあったなって感じではあるね。いやー面白いな。ああだからそういう意味でもさ、ほら 国によって言葉が違ったりするし、表現が違うので概念が国によって変わるよねっていう面白さはあるよね。なんかあとこの虐待のとこってなんか興味深いなと思ったのは、そのまあすごいリアルに書かれてる中でこう一人だけ子供たちみんな出てっちゃう中で一人だけカイアが残るじゃないですか。でお父さんと二人の生活になって、うん、なんか一瞬うまくいくじゃない。あの詩詞とかがすごいなんかこれリアルな感じというか、やっぱりそういう側面もある、うん、なんかその DV の背景もそういうとこあったりするけど、全てが憎らしいわけではなくて、時々やっぱりいい面もあって、うまくいくかもって思って頑張れるみたいなところと、相手も別にずっと悪い人ではないみたいなところも含めて、うんうん、いや非常に難しいけどこういうのリアルだなって思って、まあ、こんな感じでこう関係性がこう残ったりつながったりまた離れたりしながら、まあやっぱり切りづらくはなるよねって感じはすごく感じたかな。だから単なる依存じゃないのかもね。だからそういう意味であのさっき言ってたこの PTSD みたいなものがあって、うん、そのダメになった瞬間もさ、あの明確だったじゃん、あの、うん、奥さんからの手紙が来たっていう、あの手紙でまた変わっちゃったみたいな。まああれもね、後からそうだね、分かったことだけどね、急に変わっちゃったからね、早からしたらね。だから、お父さんもその妻への愛はものすごくあったんだけど、途中がちょっと歪んじゃってみたいなとこなんだよね。そうだ、だからなんかね、やっぱこれもそうなんだけど、基本的にそのコンテキストが明かされないと行動わけわかんないですよ、お父さんの。うん、そうですね。なんでこんな人なんとか、なんでここで急に変わっちゃうんっていうのは全然わかんないんだけど、 裏側からこうコンテキストをこう戦争だったんだよとか、うん、お母さんからの手紙だったんだよっていうコンテキストが明かされると、まあ確かにそれはそういうことになるかもなっていうふうに理解できるわけじゃないですか。でおそらくだけど、私たちが普段見ているいろんなものの中にもそういうことたくさんあるんだろうなって。あるんだろうね。もうだから理解はそのパッと見じゃできないし、なんだこれ、うんっていうものの中にはやっぱりたくさんその背景を探っていくと見えることがたくさんあるよねって。そうだね、うん、その瞬間っていう言葉だね。そうで、その瞬間はでも 逆サイドから見るともうなんだか意味わかんないよね。なんでこの人急にこうなっちゃったんだろうっていうのが、うん、本当にわかんないっていうことなんだろうな、うんうん、いや面白い面白い。これなんか意思の感情っていう本の中にも出てきましたもんね。なんかアルコール依存でなんかこう車のハンドルを切った瞬間みたいな話もありましたもんね。なんか、それに近いところですよね。そうだね。はい。で、最後ですけど、最後、ね、ここが一番語りがいがあるでしょ。やっぱり面白かったですね。いや、だってここが一番言いたいところだもんね。あ、そうそう。でね、ここはね、映画ではね、なかなかやっぱ難しいんだろうなと思ってたんですけど。映画では難しいけど、まあ映画でもさ、その自然を映すことができるけど、ね。ちょいちょい、いや、僕ね、ちょっと先にちょっと、カバー的な話しておきたいんだけど、映画の何が僕良かったかってね、僕もなんか最近カメラとか好きなんで、そういう視点でも見ちゃうんですけど、あのね、音が良かったね、僕、ちょっと気づいてないかもしれんけど、夜のシーンとかの、あの虫の鳴き声の、あ、はいはいはい、もうあの音だけでも、なんかもうすごい癒されるっていうか、ものすごくね、大きいんですよ、虫の音の声が、セリフぐらい大きくぐらい。ちょっと強調されてるなとかちょっと思ったんです。こうやってヘッドホンとかで聞いてみてたんですけど、あのね、音が自然をすごく彷彿されるんですよ。真っ暗闇なんだけど。うん。うん、だから自分はなんか鳥たちが飛び立つシーンのバサバサバサってやつとか、ああいうところも、はいはい、映画としてはこのまさにこう大自然の部分をうまく表してるような。そうですね、だからそこはやっぱり読んでてもわからないような、湿地沼地のこう感じっていうのがやっぱすごくリアルに映像を通しては見えるよね。はいはいはい、そこはあとね、まあこれは映画化無理だなと思って、やっぱりそうだったなと思ったのは、このカモメとのシーンがものすごく出てくるシーンの、これが結構鍵にもなるじゃないですか、この、うん、この小説って、うん、
テイトが餌をあげるシーンとかなかったと思うし、なんかその、人間にはね、もう裏切られたみたいな感じのこのカイアが、もう救いをか、ずっとカモメに求めながら、もうちょい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 カモメと、カモメに絶叫したりとか、いう感じ、この裁判の時も何ヶ月か入れない間も、なんかこう、カモメが、みたいな、テイトがみたいな話も出てくるし、っていうところは、なんか、ずっと想像しながら見てましたね。じゃあいいですか、ちょっと僕、ちょっといくつかもう忘れそうだって、さっきのアルファオス系、ちょっと戻っていいですか。アルファオスからいっていいですか。アルファオスじゃなくて、ちゃっかり野郎がやっぱすごいなと思って。ちゃっかり野郎出てきたね、確かにね。アルファオスとちゃっかり野郎ですよね。これ、アルファオスはそらそうだななんだけど、このちゃっかり野郎はものすごく面白いなっていう思って、これ、これ、なんかね、学問的に面白いよなとか、ちょっとそういう意味で思ったんですけど。多分あるんですよ、ちゃっかり野郎調べてないけど、実際あるんだよね。ちょっと呼んでいいですか。アルファオスの話いいですよね。要は DNA が優秀なアルファオスですよ。別にこれは動物は何でもいいみたいな話なんだけど、もうそれは当然人気者なんですよね。メスからしたら本当にリアルそうなんでしょうね。で一方ウシガエルのアルファオスの隣手にいるやつしっかりやろうの話をすると、ウシガエルの小型のオスは魅力的な美声で、交尾相手を呼んでいるアルファオスの近くに身を潜めている。そして彼の力強い声に複数のメスが集まり、アルファオスがそのうちの1匹と交尾をしている隙に他のメスに飛びついてまんまと交尾を済ませてしまう。こういうウシガエルがいるんだっていうのが面白いなっていうところですよね。でこれを、このストーリーではちゃっかり野郎としてのチェイスかな。そうね。いやいや、でも、うん、そうだね。チェイスだね。チェイスはそういうことだね。うん、ひどいやつだったね、チェイスね。ひどいやつだったよね。ある意味、この作品の中で一番、こう、その、あんまりコンテキストも明かされないままひどいやつだったよね。うん、なんかもうちょっとこう、チェイスはこういうことでこうなっちゃったみたいなことが語られてもよかったような気がするけど、うん、全くもってチェイスに関しては無慈悲な小説でしたね。そうでしたね。あともうちょっと読まずにちょっと喋っていきたいなと思ってるのが、あれですね。カマキリとホタルの話ですかね。そこですね。カマキリとホタル。てかまあホタルの話だったのかもしれないね。ホタルですよ。ホタルですよ。でもまあちょっとそれ以前にカマキリ食べられるんだってちょっと交尾終わった後とか。そう。いやいや、それ有名な話じゃない。そうなの。うん、そうなの。いや、オスは食べられちゃうよねって、でっかいメスに食べられちゃってるからね。いやー、そうなんですか。そうなんだよ。だから生殖と捕食がほぼ同時に行われる。それがまあある意味本能であるとかね、相手をするだけ自分のものにしたいっていうところも含めてなんじゃないか、うん、そっか。それはあれですか、前回の形だけの愛でいくと、うん、もう本当の愛を知るためにはむちゃくちゃにしてほしいっていう感じですか。私をちゃんと食べなさいよみたいな感じかな、うん、動物的に求められるみたいな。ここで書いてあるのがだから生存本能的な部分なのかもしれないけどね。うん、なんかなんだ、傷を負った仲間に一斉に襲いかかる七面鳥の話も出てきたでしょ。要は、捕まらないためにはこいつを殺すしかないって、そういうのも含めて、いやー、そうですね、でもまさにこの動物行動学っていうのを、この、まあまさに、オーウェン先生はきっとね、オーウェン先生はやってるんでしょうから、ここはもう、普段のフィールドワーク、学術的な研究の中で、まあ、まさに研究してきたことなんだろうね。伏線としての蛍の文章って読んでいいですか。あそこね、いや、いいですよ。あれは伏線っていうかもう、ネタバレ。いや、そこじゃない、そこじゃない。そこじゃない、そこじゃなくて。裁判のまだ途中かぐらいの。ああ、途中のやつね。はいはいはい。メスのホテルは偽りの信号を送って別種のオスを誘い彼を食べてしまう。カマキリのメスは自分の交尾の相手を貪り食う。
昆虫のメスたちは恋の相手とどう付き合うべきかちゃんと心得ているのだとカイアは思った。まさにこれここなんでしょうけどね。それなんかふーんってあカマキリ食べられるんだみたいな感じで僕は言うんだけど、そこでこういう途中で入れてきたからね、なんかそういうことやったんやみたいな話ですけどね。うん、だからカイアはこれを研究してるからさ、よくわかってるわけで、そういうカマキリはいるなとか、うん、ホタルも、だからホタルの例えで言えば当然こう光ると交尾のために光ってるっていう話がう、ね、まあ当然有名じゃないですか。あれでしたっけ、メスが光ってるんですよね。そう、メスが光る。俺ね、それ知らんくて。ああ、そうか、オスは光らない、ね。なんかオスが光りそうじゃないですか。ああ、なんかあの、そういうことね、交尾のために、ね、普通。そうそう、オスがこう引きつけそうなんだけど、実はメスが光ってんだっていう。うん、なんかね、そういう行動を取るのは大体、あそういうというか、オスなんだけど、なんかこう残虐なことやるのメスなんやって感じやね。あれでもなんかオスが光ってるっていうのも確かあったような気もするけどな。それはその、あの、ホタルのいろんな種類がある中でってこと、うん、なんかそんな気がする。だから確かにその今言ってたオスが光ってて、メスが引きつけられるみたいなこともあったような気がするけどね。うん、でもそのオスを食べるために偽ビカリしてるってことでしょ、このホタルって。そうそうそう、なんかしかもあれだよ ね、ホタルじゃないものを引き寄せたりするんだよね。ああ、そういうことか。うん、あなので、なんかその辺もさ、すごいこう正確に書いてなかった、その直前に。なんだっけな、うん、あれだ、メスのホタルがお尻の下を光らせるのは、つがいになれる状態だとオスに信号を送るためだ。うん、その光らせ方もホタルの種類によってちゃんと違う。うん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 、で、なんか、カイアが見てるとジグザグに飛びながらチカリチカリじーっと光るメスがいる一方で、違う前をしながらジージーチカリと光っているメスもいたって言って、こう光り方によって何をこう呼んでるかが違うみたいな感じだよね。だから交尾を希望してたり食事を希望しているかみたいな。ほら売れるわこの本。そう、こういう、なんていうかな、自然の動きって僕らを感動させますよね、ある意味。そう。しかもね、これはね、やっぱりね、その取材とかで分かんないレベルの話。あの、これが、でも、このレベルでこういうことを語れる人は、あんまりいないけど、平野さんとかそういうのできる人だよね。そうだね、取材しなくて、ね。だから、平野さんの本ってさ、こういうことって多くない？その内容についてすごい深く知るみたいな。ある。うんうんうん、その本を通して、もちろんその本編としての流れがすごく綺麗な一方で、なんかそのディテールがすごいこう、うん、なんか学びが多いというか、そういうことがあるんだなって。そうですね。で、今回はそのディテールはもうその専門家ならではの、うん、もうライフワークとしてやってきたことならではの引き込み方でグイグイ来て、それが本編とがっちり噛み合うから、うん、もうなんか、うん、グーの音も出ないですよ、ここは。すごすぎて、ああ、そういうことなんですね、みたいな。うん、なんですよね。そう。うん。さらに言っていいですか？さらに言いますか？この本のやっぱこれも映画化できなかったシーンなんですけど、かなりシーを強調されて出されてましたね、こう。何を。し、ポエム。ポエムもね、すごく、エッジが効いてるっていうか、ふわーって出してくるから、だからそういう時に止まるわけですよ。うん、なんかこう、詩で終わらせるじゃないですか、その各章を終わらせたりするじゃないですか。はいはいはい、しかもこう、しかもその詩すら伏線に持っていくんかいみたいな話じゃないですか、最終的には。もう、いや、だけど、まあその、まあ、伏線はさておき、その中でこう引用される詩がものすごく、僕には素人なんで綺麗かどうかわからないけど、こう示唆的で、ストレートじゃないから、なんかね、味わえるんですよ。うん、僕がその最後のサスペンスは スピードが上がるって言いましたけど、そこには詩はほとんど出てこないっちゃ出てこないので、それまでの部分ってやっぱこの章ごとに詩が出てくるような感じなので、なんか、ね、読書を味わい深くできるし、急ぐなよみたいな感じになるので、なんかそこのなんかこう楽しみっていうか、まあ、分かんないですよ、詩で何を語られたいのかあんまり
あんまりっていうのはあれですけど、だけどなんか自分だけこういう感じかなと思える部分は取れるじゃないですか、詩を入れられると。あの正解なんかないじゃないので、それを例えばこの今まで語ってきたようなこのバックグラウンドの問題とか、まあ、恋愛とかとこのカイアの葛藤も含めてなんかこう想像をさせてもらえるので、なんか淡々と事実を書かれているというよりは詩でちょいちょい想像させるので、なんかこう独創タイムに入らせてもらえるっていうのが素晴らしいなと思いましたね。そうだよね。そしてね、うん、そこがまたこのカイアの天才っぷりにつながっていくのか。いやもうこれ読むしかないね、これね。もうこれ以上言いづらいけど、まあ、すごいことだよね。もうなんかあの出版社の人に広報担当にさせてくださいって言いたくなるぐらいのトークになってきたね、これね、もう。だから、もうどんだけデータ見ましたね。アマンダ・ハミルトンですよね。もうファンやね、もう。これはすごいですよ。大ファンになってしまいましたね。そうか。あの、うん、もう一個ね、これ最後とか自分から一つ、あの、やっぱりこのタイトルをね、うんうん、語りたいんですよ。ああ。わかります?この、はいはい、ここに来てさ、ここまでいろいろ語ってきた中で、やっぱりこの、やっぱりタイトルがね、ザリガニの泣くところなんですよね。で、確かにちょいちょいこう本編にもそのザリガニの泣くところについては出てきていて、まあ、一番最初に出てきたのは多分、カヤのお母さんが、そのザリガニの泣くところっていうのがあってね、そうそう、お母さんのセリフで出てきましたよね、みたいなところを、まあ、まあまあ紹介するんですけど、まあでもなんかこの本でここまで全部やってきたところで、うん、そのタイトルとしてこのザリガニの泣くところっていうのを持ってくるわけじゃないですか。うん、で、普通に考えて自分の代表作がザリガニっていうのは自分としてはこうちょっともし自分がつけるとしたらちょっと嫌だなとか思うけど、でも、あえてそのザリガニの泣くところって書いてくる、このね、オーウェンさんのこのタイトルをつけた、なんか何を思うか。そもそもだってザリガニって泣かないよねって話ね。あの勝手に想像していいですか。あのどうぞどうぞ。ここが語り合いたかったんですよ。ザリガニが、ちょっと勝手な想像ですよ、これ。あの、うん、このオーウェンさんが、うん、ザリガニが泣くところを、こう、感じたことあると思うんですよ、多分。想像ね。でね、うん、ザリガニは泣かないんだけど、ね、ザリガニは泣かないんだけど、うん、お口に入っていっていって、行った先で、わかんないけど、ザリガニの、っていうぐらい、うん、まあ、ある意味静寂で、うんうんうん、な場所に、なんか行って、これザリガニ泣いてんじゃん、ザリガニって泣くのかなっていうシーンのところに入っていったんじゃないかなっていう意味でのザリガニになるところなんだけど、じゃあこれを題名にするかって言われると、あのおっしゃる通り、よくわかんないですね。あのいや、すごいなと思いますね。あの、それぐらいのお口。だから、カイヤはやたらと隠れるじゃないけど。隠れる、ね、あのいや、だからさ、そうなんだよね。うん。うん、あの、そういう、あの、そうですね。まあ、そうすると面白いね。あの、安息の場所なんでしょうね、多分。カイヤにとっての。で、安息の場所なんだけど、これ、途中で多分出てきたと思うけど、なんだっけな。なんかしか出たよ。うん、この解説じゃねえわ。うん。なんそういうことでしょ。でも奥に隠れなさい、最初のお母さんの言葉でしょ。あのそうそうそう、あのお父さんの暴力からザリガニの泣くところで、あのに隠れときなさいみたいな話でしょ。そう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 よね。でそれぐらいだから誰からも見えないところに、うん、奥深くにっていうところじゃないですか、うんうん、で、うんうん、なんかやっぱり最後の最後でテイトもザリガニの泣くところに、うん、遥か遠くのザリガニの泣くところへいざなわれていくわけだよね。でこれってだからまあある意味、すごいこう、いいところとか大事な場所っていうよりも、もう本当に誰にも知られない奥底の、すごいだからひんやりとした、ある意味、もうだからそこで、まあ、チェイスは殺されたみたいなことも含めて。あ、そうそうそう、それも含めてでしょ。その平和かどうかわからんし、そう、もう自然の奥の奥ってことでしょ。そう。自然の営みだけが流れているっていう。うん、もうだからそこにはある意味その人間的な常識とかはもう抜きにした本当に自然の大自然のまあ美しさもあるし、その静けさとか、うん、過酷さもあるし、で、うん、そう一方でその残酷さ過酷さとかも全部兼ね備えた、つまりそこでなんか食べられちゃうとかそういったことも含めて起こるような、うん、なんかそういう深い深い場所みたいな、
そういうのを感じさせるよね、全部読んでみるとね。うん、だから、でもこの表紙がそうなんかな、やっぱり。そうさ、そうね。でもなんかこの表紙全然泣くところっぽくないよね。もっとなんか、すごい暗いイメージ、ね。まあ、開けてる感じ。そうだよね。あの、だからその映画で行くところの、さっき僕が言った、その、虫の鳴き声がうわーってなってるところも、まあ、静寂じゃないんだけど、そういう意味ではそうなのかな。なんかもう、動物の、鳥の鳴き声とかもすごかったでしょ、シーンの中で。だそういう意味なのかな。人間が入り込めないところっていう。そうだね。そこにいるのがまたさ、ザリガニなんだよね。そうだね。なんか、決してでもうまい表現見つけたんじゃない、やっぱり。いや、まあそうなのかな。で、そうなんじゃないか。これ、ザリガニ鳴くぐらいの場所なんやっていう自然。うん、いや、ザリガニ鳴くっていう表現。そうだよね。そう。うん、でも、鳴くっていう言葉が、うん、あの、人間が作った言葉なんでね。そうだね。まあ、ザリガニにとっては鳴くなのか、もうこの音はみたいなかもね、みたいな。うん、ザリガニが発生する音、シャカシャカシャカ、これ鳴くでしょ、人によっては。うん、そうだね。あの、この音自体がね。うんうんうん。そういう感じなのかな。素敵だよね、そういう意味ではね。いや、素敵なの。そしてね、うん、さ、やっぱりこれはさ、もう全然素敵じゃないあれをするけど、これやっぱアメリカザリガニなんですね。分かるけど。知らんけど。やっぱりこう、アメリカの、うん、あの赤い。ね、どぎつい色のザリガニが。いやいや、わかる、ちょっと、あの、もう一回戻るけど、これは本当に、絵を読んでる感じなんですよ。うん、美術館を最初から辿っていって、この文章が書かれていっても過言ではないぐらい、なんかずっと絵画を、あの、だからね、小説、僕ね、その、湿地とかようわからんけど、わからんでいいんですよ。あの、読みながら、なんかそんないろんなシーンの中で、あ、こんな感じかなって思いながら、それをなんか一緒に描きながら読んでいけるっていう、あの、急がないんですよね、文章が本当に、最初の方って。急がないね。あの、よくね、なんかむしろだから、その裁判が始まるまでが、そういう意味では僕は、あの、すごく、あの、読書体験としてすごく幸せで、うんうん、で最後の一章でもうドッカーンってなったから、噴火しただけで、あの、なんていうかな、その温度感が変わっていっただけで、まあ、その壮大に振り返るのも面白いんだけど、やっぱそのじわーってこのジャンピンとのやり取りのこの駆け引きがあるとか、あの貝をこう拾っているシーンとか、もうあの映画のシーンなんかものすごく良かったじゃないですか、あの 朝明けに。なんかもうまさにあんな感じを想像してたから、そこはなんかさ、すごく絵が良かったじゃないですか。もう映像がものすごく綺麗で、うん、あの、素敵だな、あれが映画館で見たかったな、感はちょっとものすごくありましたよね。いや、こんな大絶賛の回になるとはちょっと思いませんでしたけど。いや、なんかだから、そのタイトルで期待した内容とは全然違って、ね、ある意味、いい意味で裏切られたかな。ただちょっとザリガニでね、うん、食べず嫌いやってる人はぜひ読んでほしいなと思いますけどね。あとやっぱせかせかしてる人読んでほしいな。いや、だからさ、まあ、日々何かに追われてる人に。では、でもさ、学校にも行けず、うん、で、不遇な環境の中で、彼女が唯一心を許せて楽しめたのが、その湿地の自然だったっていうところなんだろうなって思うけどね。うん、そこが、うん、だそこでの観察が結局彼女の人生にそのまんまつながっていった感じだもんね。なんか学びとかじゃなくて、本当に感性をくすぐられる本だなと思いましたけど。いや、そう。で、何よりその読んで思ったのは、感性をくすぐられるのがなんでこんなにくすぐられるんだろうと思ったら、やっぱり本職だったってことですよね。いやいや、だからこの人の人生もね、もう人生だったんだ。これそう言ったら、カイヤはもうこの人としか思えないんだよね、ちょっとね。いやー、すごい。憧れるよね。ものすごく憧れるね。自分も70歳でこんな対策かけると。思ったもと、だからそうなんだよ。ある領域を極めた人が違う領域にこんだけの才能を発揮できるって、すごいことよね、と思ったけどね。まあ、有名な方なんでしょうけど、僕らは全く知らない人で、
とはいえ、全世界的なこう脚光を浴びる人になるじゃないですか。その国では結構浴びられたのかもしれませんけど、ね、だからさ、まあ、ある意味遅咲きじゃん、この人の人生でいくと。そうね、この遅咲きの極みがかっこいいよね、この。自分の人生かけて、あの別になんかさ、ほら、焦ってるとなんかもう今にもなんか頑張ってなんか何か栄光とかなんか賞を取らなきゃと思うけど、うん、なんかこう地道な人生観をこの人見れるの、この人の人生考えると、うん、だからそういう意味でもね、僕ね、地道に頑張ろうとかちょっとなんか思わないけど感じたかな、なんか日々何かを追いかけていく先に何が待っているのかわからないよねっていうところは自分の中にもあるなとちょっと思いまして、うん、なんかあとね、これやっぱりもう一つこの人のメッセージとして自分いろいろ読んでたら、この人はあの野生動物保護をやってるんですよね、応援さん。ああ、はいはいはい。それでなんかどうもこのサウスカロライナ州とかこの辺りって結構開発が進んじゃってる地域だったみたいで、なんかそう、その湿地とか沼地が一気に開発の対象になってこう埋め立てられたりとかっていうふうになっているっていうところがまああって、その中でこういう活動をしながら、うん、まさにこの湿地の素晴らしさとか沼地の素晴らしさっていうことをこういうもので表現しつつ、やっぱりそういうものの保護みたいなところを、うん、まあ、ある意味では この人の本職としてのメッセージはそこにもあるのかな。だからこういう小説を残しながら、うん、やっぱりそのザリガニの鳴くようなところをちゃんと残してねっていうメッセージもここにはあるよねって思ったりしたかな、うんうん。いや、あのそれもなんかそんなにやらしくなく、うん、そう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 、あの最近開発が進んでてみたいな、そうそうそう、そういう話じゃなくてね、そういうんじゃなくて出るけど、そこじゃなくてっていうことでしょ。だからそうそうそう、あのそれも本当になんかこれ良くないっていう書き方じゃなくて、うん、あの自然はこうやって崩されつつ時代の流れもあるよみたいなところから、あの読者の皆さんに感じ取ってほしいみたいなところはありましたね。そうだね、でやっぱこういうのってやっぱ湿地とかの街の素晴らしさはやっぱりみんな全世界的に感じるもんね。いや、芸術なんですよ。いや、僕あのカイヤが出した本、ここの本棚並べたいぐらい、あの絵文化、あのこの本欲しいと思いましたけど、ね、いや、絵の素晴らしさっていうのもね、あのすごかったなとか思いますけどね。そろそろ締めますか。もうちょっとなんかもう語り尽くせないぐらいなんかものすごくいい感じでしたけど、いやいや、でもいい本でしたよ、はい、ぜひあの芸術作品として本当に読んでほしいあの文学でしたね、うん、はい、はい、じゃあ今日はですね、はい、なんか盛り上がって最後なんかじわーっと落ち着いて終わっていくシュワーっていう感じでしたけども、ザリガニの鳴くところでした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。